いつも見かける広いエントランスの京都駅。階段状になった駅ビル内。ふと真正面を見ると何やら通路らしきものが。その階段の途中にこんなものを見つけました。何度も来ていますが全く知りませんでした。早速入ってみましょう。スカイウェイということで駅ビルの天井付近になんと通路がありました。結構長い通路です。途中に展望デッキがあり、京都五山をすべて見渡すことができます。送り火の日に開放されていれば一番の見物場所でしょう。綺麗に並んだ鉄骨が綺麗です。途中の空間から見える景色もいいですね。スカイウェイを抜けると京都駅をレゴブロックで作った模型がありました。本当に細部まで細かく作り上げており圧巻です。あまりにも精巧に作られているので見とれてしまいました。家にも欲しいくらいです。レゴ好きのお子様なら夢中になるの間違いなしです。レゴが日本に来て50周年記念で作られたようです。QR コードでメイキングが見られます。おまけのにゃんこです。4代目ケンケンでした。